皆さんこんにちは、みなみです。今回の動画は名前うちわを作っていこうと思います。さあ行くぞ。で、今日100均に行ってうちわの材料を買ってきました。まず買ってきたものから紹介しようと思います。これ印刷してきたやつ、うちわなんですけど、これにしました。私が行ったのはキャンドゥですね。キャンドゥに行ってきました。後ろが黒になってるうちわにしました。でね、下の部分がね紫なの、だからこれにした。そして画用紙系なんですけど、あ、待って、まずこれも、あとこのうちわ収納のクリアカバーを買いました。これめっちゃいいのが、あの外袋に入れたまま収納できるんですよ。なので当日現場行ってうちわ買うと思うんですけど、この買ったうちわを外袋も曲げないで保管できるように買いました。カッティングシールをもうたくさん買いました。金差し一斉で4枚なので、まず白ですね。ホワイトが1枚入りなので4枚買いました。で、続いて白の次が黒。黒のシートも白と同じく1枚入りだったので4枚買いました。で、続いて黄色、イエローはなぜか2枚入りだったので2セット買いました。で、こんな感じで印刷してきました。予定はこの中が黄色、黒で、このなんかちょびっと白、もうちょっとあってもよかったかも。これこっちが白で、この外側が紫っていう感じにしていこうと思います。金指くんの名前ってさ、めっちゃね簡単な方だと思うだって1とかあるからね。去年の残りめっちゃあったわ、多分4枚あったと思う。去年は連結うちわとか作ったんですよ。なのでその余りですね。ちょうど4枚じゃない？え、待って、ちょうど4枚だった、ラッキー。でさ、これはさ足りるよね、大きさ。
ございます。次の日の朝です。昨日ね、昨日金だけ作ったんですよ。そしたらさ、ちょっと失敗しちゃって、もうね、ぐっちゃぐちゃになっちゃったの。この辺とか黄色の部分を貼るときにブシャってやっちゃって、こいつは厄介そうじゃん。なんか作り直さないとどうしようもなくなっちゃって、もう昨日はこれだけ作って嫌になって寝ました。おやすみ。で、今日朝起きてこのサシ一斉を作った。あ、結構この3つはうまくいった。めっちゃ上手じゃないね。私は会場の中で使いたいので、この周りを普通の画用紙で作ったんですけど、中にはあのホロとかグリッターとかを使って作ってるお宅さんが、まあ最近は結構多いんじゃないかなって思います。暗黙の了解みたいな感じで中で使ってる方もいらっしゃるんですけど、私はちょっと一応こういう YouTube とかに動画出してるので画用紙にしました。でもホロとかグリッターとかめっちゃ可愛いよね。だからもしそれ作るんだったら、会場の中、会場の中というか実際見せるようには作らずに、また別で写真撮るだけのために作ろうかなって思ってます。ちょっとね、サイズがね、大きかった、大きくなっちゃった。ちょっとね、はみ出しちゃうんだけど、こんぐらいだったらまあ許容範囲かなっていうことで、うちわに並べてみるね。これだけは作り直します。見て見て、あの金以外見て、ゆるゆるすぎて何チャンネルって感じだけど、これで金指くんに気づいてもらいに行こうと思います。はい、それでは今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。